リップのアートメイクです。アートメイク初挑戦。もう行きますか。はい、じゃあちょっと最初傷つけてにじま水のために、はい、で行きますね。痛みこれどうですか。ないです。ここがちょっと一番痛いところなので、うん、すごい唇がしっかりとなんか保湿いつもされてます。うん。痛み大丈夫でしたか。うん、大丈夫です。じゃあちょっと次にじま水塗っていきます。痛くなかった。うん、本当に。うん、じゃあ大丈夫だ。で、痛みあったらこの2個目の麻酔を結構しっかりめにいきますんで、うん、痛みここ大丈夫ですか。うん、なんかこの場面だけ見たかったらちょっと焦りますよね。オレンジ色入れとるんで。ねえ、なんかなあのナポリタン食べた後みたいな口の周りがこのオレンジがくすみ取りになるんで。へえ。ナポリタン食べました。ママ食べれないからナポリタンはごめん、あれ失礼だった。ミートスパゲッティ、ミートスパゲッティとかボンゴレ、ボンゴレでもこのリップした後さ、うん、今から我々もじゃないですか。これした後、うん、緑茶、あのウーロン茶とか、はあ、コーヒーとかは、コーヒー買ってきましたけど、ママのためにポットです。あのね、生物も、生物もお刺身とかも今日はダメ、あの感染対策、はい、ヤッホー、ヤッホー。じゃあ次ゆび先生の準備していくよ。どうなるかしら。まずは麻酔ね。はい、ちょっとこう楽に、あし、う、開けない開けない。でーす。いいね。おーい、喋れない。うん、もぞもぞする。かゆい、かゆい。ちょっとラップが大きかった。ゴールは近いですか。はい、もうほとんどあって8割ぐらいは終わってます。おー、もうちょっとだ。痛み大丈夫ですか。はい、はい、うん、パパさんお昼ラーメン食べるって言ってるけど、無理と思う。止めたね、うん、止めた方が良さそうですね。うん、ママ完成です。綺麗いいよ。痛みは大丈夫で、麻酔してもらってるから全然痛くもない。すごい綺麗。完成です。行きまして、ゆび先生の番です。しびれてます。眉毛もさ、はい、してもらって綺麗だね。まだ綺麗ですか。うん、だいぶ取れた変化言うて。どうなんだろう、どうですかね。もう
あ、でも残りいいですね。だって今何ヶ月だったの？11月ぐらいですか？うんうん、だってもう半年以上、うん、残りいいです。はい、どうですか？まだ今のとこ痛くないです。ペンでなんか、はい、マーキングしてるだけです。はい、じゃあちょっともう始まるよ。はい、麻酔のために傷を作っていきますんで始まるよ。失礼します。いくよ。はい、これ痛みどうですか？うん、無臭です。ここが一番痛いところです。あ、全然大丈夫だ。普通？うん、なんでもない。眉毛と一緒ぐらい？眉毛より痛くない。あ、本当？痛くない？うん、ひげ剃りみたいな。なんかね、はいはい。うん、お、いけますよ。マシが？うん。若干のピリピリはねありますけど、ね。我慢できる？我慢とかっていうか、うん。我慢するほどでもない。え、炭酸？炭酸よりも刺激は少ないです。炭酸飲みたいな。カレーで言うとね、あ、カレーも食べちゃダメって言われた。え、そういえば刺激物が、はい、まだいい。1からにもいけませんね。はははそういう感じ。ココイチでは何からですかね、いつも。はい、私ですか、はい、普段ですか、はい、2からです。弱くない？え、嘘、2から以上洗ってる。食べれない。食べるの苦手ですか？いいえ、すごい得意で、力を偉そうに食べてます。相手が子供たちですからね。痛みどうですか？若干ですね。あ、ある？うん。眉毛ぐらい？あ、眉毛よりある、こっちの方が。我慢できる？うん。だってなおちゃんなの。強いもん。なおちゃんっていう名前なんて。びっくりしました。どなただろう。何のことだろうですよね。強い男の代表、なおちゃん。どうですか？いいですよ。今下を。下の方が痛くない。あ、そうなんだ。うん、上のね、端っこがね、一番痛かった。どんな痛みでした？キュンキュンキュンって感じ。もうまんまだね。人によるらしいからね。ちょっとこっち向いていただいていいですか？うん、うん、いつの間にそんな。あはい、セクシーになってますか？うん、セルフです。うん、なんか上をたっぷりめに。うんうんうん、ふんふん、顔かな。うん、ちょっと出かかった。ラップが。うん、これで20分。あ、うん、楽しみだね。うん、あれですね。うんうんうん。うん。あとちょっとこの色。うん。寝てた。うん。いい感じかな。うん、どうですか？うん、痛みも大したことないよ。うんうん、うん、今が大体こんな感じで。ちゃんと動いてる唇。ああ、今麻酔したけんか。うんうん、発色はまあそう悪くもないっちゃ悪くもないけど、うん、でもガサガサではあるかな。横になってもいいですか？横になっていいですよ。はい、この時点では寝れるね。
うん、やけどね、どの時点でも寝れるよ。言うほど痛くないから。本当に？うん。アイラインの大騒ぎでしたからね。騒ぎすぎとったわ、あれは。本当にくすみそんなにですね。本当ですか？お色的にピンク色系かなんか、うん、赤みがかったオレンジ系とかだとどっちがお好きですか？個人的にはピンクが好きだけど。ピンクがいいと思うよ。うん。はい、お願いします。こっちの方の山が高い感じなんですけど。本当だね。どっちに合わせたいですか？合わせなくてももうこのままの形でもいいですし、うん、お山がない方がいいかな。あ、じゃあこっちに合わせて。うん、わかりました。です。このなんか縁取るだけでもだいぶ違うね、雰囲気が。鏡見ていただいて。あ、はい、今ね、私が点々が痛みちょっとだけ痛いです。始まりました。今傷つけて、あの傷口に、あ、ごめんなさいね、傷口に効く麻酔入れるために傷わざと作ってますんで。あ、痛たた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 くないよ、痛みに弱いよね。うん、血が出てますか？血はね、うっすら出てますね。そのまま。はい。騒いだからね。はい、騒いでました。あ、ちょうどいい色ですね。え、もう始まってんの？血で。ちょっと時間置きます。ありがとうございます。どうですか？ふんふんふん。何？大丈夫って言ったんか。うん、ここがね、多分一番痛いところです。あ、けど綺麗に入ってます、綺麗に入ってます。動いてはいけません。親が痛い。あ、上の方痛いよね。うん、わかる。でもチリンぐらいだわ。うん、ちょっとだけ痛い。なんか心を逆反りした時みたいな。あのね、優しいからね、うん、安心できる。誰と比較してる？またか直弘と比較してないわいね。黙らないで。あ、ここ痛いですか？端が痛いですね。ちょっとじゃあ麻酔を追加しますね。痛い痛い痛い。うん？真ん中は全然痛くないよ。根性が足りんじゃないか。待って、自分もめっちゃ塗ってもらってたよ。ママだけだが、追い麻酔せんかったの。あ、黙っとんだもん。すごいね。本当に痛くなかったって言ってた。うん、どうですか？もう多少？はい、オレンジの次に今ピンクを入れ始めました。最後のターンですか。うん、もうだいぶ慣れて本当に寝てるね。うん、うん、うん、もう余裕ですか。うん、大した痛みじゃないのよ実際は。全然大丈夫。ああ、そういうことだな。びっくりするほどね。ちょっと、もうちょっと、なかなかいい感じですよ。完成。ナチュラル、うん、ナチュラル、ナチュラル、なかなかいいよこれが。けど後でちょっと濃くなって、腫れてまた引くと 2,3 日で皮がめくれて、で徐々に落ち着いてくるんだもんね。はい、直後はこんな感じですと。いい感じです、はい。